はい、どうもこんにちは、バキュームパックです。はい、久しぶりの登場になったと思いますけど、これちょっと髪をピッとね、ちょっと髪ペペッとね、ペペッ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 、ちょっと切らせていただいたんですけれども、もう2013年もね、もう残ることあとわずかと、本当にもうわずかというところまで、やってまいりました。年末皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、タグ、年末恒例のタグゲームというのが僕のこの、バキュームパックチャンネルにも回ってきたので、そちらをちょっとやっていきたいと思います。おみめいさんという人からね、大元はね回ってきてるタグのゲームになるんですけれども、僕の方にねこのタグを回してくれた方っていうのが平間さん、平間さんという方が、僕の方このチャンネルに、タグの方を回してくれました。あのね、平間さんね、撮影でね、あの YouTube で使ってるカメラとねレンズが僕と全く今同じあのセットになってるんで、あの気になる方は、映像の方気になる方はぜひね平間さんの、リンクの方を下に貼っておきますので、よかったら見てみてください。ではね、早速、タグゲーム始めていきたいと思います。まず第1の質問ですね。今年一番良かったことは何ですかということなんですけれども、まあ、やっぱり皆さん多くの方が言ってるのと同じなんですけど、僕もね今年 YouTube をね始めたんですよ。いつから始めたかってね、ちょっと今ね、調べてきてないな。多分ね4月か5月ぐらいから僕始めてるんですね。4月かな、3月4月5月ぐらいから始めて、まあまあ今まで今に至るということで、 YouTube ねやっててすごい楽しいんですよ。やっぱストレス解消にもなるしね。何がいいって、あの自分がこう好きなようにやっていいっていうのが楽しい。僕の楽しみはそこです。撮影から編集から、あの使う道具だったり紹介するものをね自分で決めて自分で編集してっていうのをもう好きにやっていいっていうところが、あの僕は YouTube やっててすごい楽しいところですね。自分のこう表現したいものを仕事ではなくて、あの自分が好きなようにこうね、パソコン皆さんやってて何回もこう見直すと思うんですよ。編集やっててね、こう何回も見直して、見直してね、こう自分の気持ちいいところを探すっていうね、その作業をやってる時はね実にやっぱり面白いし、やっぱ時間を忘れる、唯一のストレス解消の今が一番楽しい瞬間じゃないかと思うことなので、今年一番良かったことっていうのは、YouTube を始めたということです。で次、今年一番悪かったことね、今年はねないんですよね。あのずっとねこのタグが回ってきた時に、今年一番悪かったこと何かなって考えてたんですけど、特に本当に思い当たることがないぐらいね、大きい何か悪いことがあったかっていうとないんですよね。まあね、悪いことは今年はなかったということで、お願いします。まあ唯一ね、あるとしたらね、あれですよ、初めて iPhone とかのね、あのレビューを上げさせてもらったんですよ。でもう初めてだし分かんないし、自分がこういいなと思ってやったのがね、ものすごい低評価が入ってるんで、よかったら僕の iPhone のね開封動画、すごい量の低評価が入ってる iPhone の開封動画ね、あのゴールドの方も入ってますけど、ね、一番いっぱい入ってるのは最初に買ったスペースグレーのやつね、ものすごい量入ってる。であれ見るとね、結構日本人の方も多いんですけど、海外の方はかなりね、低評価も、入れてるんで、ぜひぜひね、あの低評価がついている僕の iPhone の動画、見ていただければと思います。続きまして、ですね、何でしたっけ、はい、一番好きだったゲームとかアニメ、漫画なんかアプリなんか、教えてください、曲なんか教えてくださいということですね。僕はあの漫画も、ゲームも全くやらないんですよ今はね。漫画とかゲームはもともと好きだったんですよ。漫画はねあんまり見なかったんです
けど、唯一好きだったのは寄生獣っていう漫画と、あと吉田戦車のねカワウソ軍映るんですね。この2つはもう唯一好きだった。もうそれ以来は漫画は一つも読んでないということになります。でゲームもね、昔はめちゃくちゃやり込んだんです。めちゃくちゃやってました。あのスーファミとかもファミコン、ファミコンよりやっぱスーファミですね。スーファミはあれはあれじゃないですか、今思えばもういろいろナンバーワンハードだと僕の中では思ってます。うん、あのスーパーファミコンを超えるハードは今ないんじゃないかなと思うぐらい、まあ僕の中ではスーパーファミコンめちゃくちゃやり込んでて、で僕今はやってないんですよ。ゲームの延長が動画編集だったりカメラになってますね。その情熱と同じ情熱があの YouTube とか動画編集に切り替わってるっていう感じですかね。なのでゲームは今はやってないです。まあ唯一今日今年ね、あの CD ね、曲好きな曲ということで、まあ買った CD があるんですけど、もう別なんですけど、これね、これですね、これです。はい、ダフトパンクの、ランダムアクセスメモリーっていうアルバムですね。これアップルのね、あの結構 CM じゃないな、アップルのその発表会とかでもよく出てきてるっていう、すごいいいアルバム。ダフトパンクは昔からね、あの好きなんで、それの8年ぶりだったかな、ようやく出たアルバムがこれ今年発売されて、これもずっと聴いてましたね。車の中でもずっともう流れっぱなしで何回もね聴、いてたので、今年一番好きな曲は、これどれが一番いいっていうのはないんですけど、このアルバム、ダフトパンクのランダムアクセスヒーローズに、なります。はい、あと次ね、今年買ってよかった3つのもの、まず1つ目、今これ撮ってるカメラ、NEX5R と、それについてます 24mm1.8F1.8 の、ソニーサイズですね、カールサイズの、レンズ。これがもうめちゃくちゃ高かった。このセットでね、もうまあまあまあね、まあまあまあする値段ですよ。買ったので、これはまず第一つ、これは一番使ってますね。まず買ったものの中で良かったものはこれですね。次は、こちら、これも同じぐらいですね。これ、はい、これね、これも今年買ったんですよ。これ4月かな。これね、 YouTube 始めるために買ったようなもんです、僕。これね、いきなりこんなね、いいの買いました。MacBook Pro の、15インチのレティーナです。レティーナディスプレイモデルを、これも買いました。これは2つ目ですね。やっぱりこれがね、僕の大きく、これで大きく生活が変わりましたかね。これが2つ目で、3つ目はどうですかね。3つ目はこれですかね。あ、ちょっと全部ねアジェンドになっちゃったんですけど、3つ目はこれです。 iPad Air か、あの後ろに映ってるね、このリュック、オレンジのリュック、これバッテンウェアっていう方のリュックね。これね、なかなか買えないと思うんですけど、知ってる人は多分ほとんどいないと思うんですけど、バッテンウェアっていうね、これメイドイン USA のバッグで、なおかつあれですよ、メイドインニューヨークのブルックリンで作ってるんですよ。でね、このバッテンウェアの商品は全部ニューヨークのブルックリンでね作ってて、ね、めちゃくちゃいいんで、これも第3位に入ってます。iPad Air とここに映ってるオレンジのリュック、この2つが、今年買ってよかったなと思う、3つ目になります。最後にね、長いですね、新年の抱負ということで、来年はもっともっと YouTube の方ね頑張っていきたいなと思います。あの僕のバキュームパックチャンネルは特にもうこだわらないです。こだわらないというよりね、なんか一つにこだわってしまうと、もう本当ネタがなくなっちゃうので、もっとフットワーク軽く、ね、こうどっか出かけた時の動画なんかも簡単に編集したりして、ポッて出したりとか、商品もね、まあまあまあ、いろいろ、特になんかにこう、限定されず、いろいろなものがね、紹介できて、ね、結構まめに更新できていけば、いければなと、思っております。はい。そんなとこですかね。2013年、バキュームパックチャンネル、ご覧いただいて、本当に、ありがとうございました。
また2014年も、バキュームチャック、パックチャンネルの方、まだまだ、投稿ですね更新していきますので、皆さんぜひ2014年もバキュームチャック、パックチャンネルの方をですね、まあ、くだらない動画多いんですけど、まあ暇つぶしでもいいので、見ていただければと思います。それでは、2013年最後ということで、このタグゲームの方は僕の方でここは、残念ながらですね終わりにさせていただきたいと思うんですが、皆さん、良い年末お過ごしください。そしていい年を迎えていただくように、願っております。それでは皆さん良いお年を。さよなら。